8月15日の終戦記念日を前に、戦争と平和の資料館ピース愛知では平和の尊さを訴える催しが開かれました。8月3日から14日まで開かれたこの催しでは、10人の戦争体験者が当時を振り返り、戦争の残酷さと平和への思いを連日語りました。この日は昭和14年に長く栄えの御園座の近くで生まれ、現在は緑区に住む林喜恵さんが5歳の時に体験した名古屋空襲の様子を語りました。中を必死になって火のない方へ逃げ惑いました。林さんは昭和20年3月19日の夜から20日の未明にかけての大空襲で家を失い、緑区桜山に住む親戚の家まで家族4人で歩いて向かったそうです。その途中、空襲で亡くなった人の遺体を至る所で目にした悲惨な状況を今でも鮮明に記憶していますと説明しました。また戦後の食糧難の時代、物々交換をして日々の食料を確保したエピソードなどに触れ、当時の厳しい生活を振り返りました。そして最後に、罪のない人を巻き添えにして全てを破壊する戦争は愚かなものですと訴えました。会場に訪れた人たちはメモを取ったりして、林さんの話を真剣に聞いていました。姉は小学校へ通う途中は眠いのに起こされました。その他、金城学院中学の生徒が広島を訪れ、実際に目にしたものやそこで聞いた話を冊子などにまとめた展示も行われ、平和への願いが強く込められた催しとなりました。